ああ、なるほど。これが新しいレゴドッツですか。これは面白いな。いや、こんだけカラフルなタイルパーツが入ってるので、これ本当に素晴らしいな。皆さんこんにちは。自称レゴビルダー。ヒュイラ！はい、今回の動画はこちら。はい、こちら。レゴドッツの新作が発売されたので、開けまーす。はい、ついに新作のレゴドッツが発売されました。ジュエリーボックスやペン立てがメインだったんですけど、今回はアニマルチャームです。いや、ついにストラップ来ちゃいましたね。いや、もうレゴドッツの人気ほんとすごいですよね。で、今回僕が買ったのは、レゴドッツのバックタグのドッグとパンダと、そしてレゴドッツのドッツタイルシリーズ4を買いました。アニマルチャームは全部4種類あったんですけど、今回は2種類を買いました。今回のレゴドッツの箱も、チャーム型になっています。これなかなか面白いな。はい、そしてこちらがドッツタイル4です。ちなみに僕新作のレゴドッツの中でこれが一番楽しみです。はい。なんでそんな楽しみにしてるかというと、今までは平べったいタイルパーツがメインだったんですけど、今回はこういったタイルパーツが入っていて、さらに色もすごいカラフルなので、これ見た瞬間僕これいっぱい買おうって思って今回は、はい、5つ買いました。今回5つ買ったんですけど、動画外で、また開けるかもしれません。はい。ちなみにお値段なんですけど、タイルパーツは500円で、こちらのアニマルキーホルダーはそれぞれ900円しました。はい、今回の動画はこちらの2つを組み立てた後に、このドッツタイル4を開けます。はい、ではまずはアニマルチャームを開けます。ちなみになんで僕はこの2種類にしたかというと、パンダに関しては見た目で買って、ドッグに関しては、まあ、その、あれが入ってるからです。はい。いや、僕ミニフィグ19か18で当てたドッグトレーナー、あれがすごい気に入ってたので、またあれのパーツあったらいいなって思ってたら、まさかのドッグについてるという。でもこれも見た時点で買っちゃいましたね、僕は。では開けます。おお、結構入ってますね。おお、びっくりした。はい、中にはパーツが入った袋が1つと、チャームブロックパーツが1個、説明書が1冊です。はい、そしてこちらがチャームブロックパーツになってます。僕これ、思ってた以上に、この、縁のパーツが、なんかすごい軟質パーツになってます。ここに関してはいつものレゴと一緒です。この縁硬いかなって思ってたんですけど、結構柔らかいっすね。はい、そしてこちらが説明書になってます。今回のドッツの4種類が載ってます。裏面は組み立て図が載ってます。これ一角と表に入ってるタイルパーツもいいので、これ買えばよかったな。一角と表はまた買います。では次は、こちらのパンダを開けます。はい、パンダの中身はドッグと一緒です。結構ドッツパーツ入ってますね。これがリングになってます。リングも、リングの取り付け自体結構簡単ですね。ここに入れて、あとは離すだけで。おー。そしてこちらがブロック外し器になってます。なんかこのブロック外し器もなかなかいいな。次はパンダを。リングとブロック外しについてはドッグのものと一緒になってます。ではこちらの2つを一気に組み立てます。
はい、完成しました。おお、これはなかなか可愛いですね。あー、なるほど、これが新しいレゴドッツですか。これは面白いな。これいつかドッグタグみたいなあんな感じのプレート型あったらこれいいな。あ、ちなみにこちら完成したものについては説明書を見て組みました。はい、では1体ずつ紹介していきます。こちらがドッグです。全体はこのようになってます。上側と下側。あ、ちなみに上側に関しては僕オリジナルで作りました。そしてこの犬の表情なかなか面白いですね。あ、ちなみに表情パーツなんですけど、表情パーツについては口もあります。なんでこのピンでパーツを外してパーツを付け替えます。はい、こんな感じで雰囲気がガラリと変わりました。そして僕このドッグで好きなところは、はい、これです。はいいや、これのパーツの破壊力とんでもないですよね、いつ見ても。で、さらに言うとこれなんともう一個入ってます。あの、こんな感じで置くこともできます。で、さらにこちらのドッグで余ったタイルパーツは、はい、こちらです。意外とパーツ使わないんですね。これで犬の毛並みとか変えてオリジナルのドッツ作るって考えたら、あ、まあそりゃ、まあそんだけ余りますよね。いや、でもこれはなかなか面白いな。はい、では続いてはこちらのパンダです。全体はこのようになってます。下側と上側。はい、ではこちらのパーツを使ってパンダの表情を変えます。せーので。はい、こんな感じです。はい、パンダを組んだ時点で余ったタイルパーツはこちらです。いや、今回のレゴドッツもなかなか面白いな。はい、じゃあ今からドッツタイル4を開けます。もうこれを開けるのがすごい楽しみです。動画の最初でも言ったんですけど、このタイルパーツがすごいカラフルなのと、あとは形のあるタイルパーツがあるので、これを開けるのがすごい楽しみです。今回のプリントパーツはこちらのドッツの表情パーツになってます。そうですね、この中で欲しいというのであれば、これ欲しいかな、このジェントルメンみたいな。 あとこのパーツも欲しいな。全部で何種類あるんだろう。ここに14ってあるので、多分全14種類だと思います。はい、今回は5つ買いましたので5つ一気に開けます。では開けます。せーの、よっと。うおー、すごい。今回のタイルパーツめっちゃカラフルですね。ではここからプリントのタイルパーツだけ取ります。はい、一袋目の結果はこのようになりました。11種類のドッツパーツが入ってました。はい、今回入っているタイルパーツはこちらになります。いや、これ結構先のこと言っちゃうんですけど、これ5つ買ってよかったわ。いや、こんだけカラフルなタイルパーツが入ってるので、これ本当に素晴らしいな。では2つ目を開けます。これ袋のタイルパーツ全部数えたんですけど、全部で19種類あります。なのでこのドッツタイルのタイルパーツの種類は全部で19種類だと思います。1袋目を開けて出たプリントタイルパーツは11種類です。なので残り8種類です。では2袋目開けます。はい、2袋目の結果はこのようになりました。持ってないプリントタイルパーツが7種類出ました。はい、2袋目を開封して18種類揃いました。あと出てないのはこちらのプリントタイルパーツです。なのでこれ案外3袋目で出るんじゃないかな。では3袋目開けます。はい、3袋目の結果はこのようになりました。新しいプリントタイルパーツが3つも出ました。毎回思うんですけど、レゴドッツのタイルパーツって全部で何種類あるのかが分かんないので、これコンプリートしたかどうかが分かんないので、ちょっとこれは困るな。僕だったら多分全部で何種類ぐらいあるんだろう。22種類とかあるんじゃないかな。では4つ目を開けます。はい、4袋目を開封した結果はこのようになりました。で、新しく出たパーツが2種類あります。はい、今回のタイルパーツはこれで全部で23種類もあります。全部で何種類なんだ。あ、すいません、これ入れるの忘れてました。はい、4袋目を開けた結果は全部で24種類もあります。いや、これ本当に全部で24種類なのか、それかまさか30種類以上あったりして、いや、これはわかんないな。では最後5つ目開けます。もう全部で24種類でもあってほしいな。これもし全30種類だったらもう怖いです。はい、5つ目の結果はこのようになりました。今回新しいプリントタイルパーツは1つも出ませんでした。これ本当に24種類なのか、それか30種類以上あるんじゃないかな。
これ発売してしばらく経ってるので、多分もうネットに出てると思います。ちょっと一回ネットで調べます。はい、今レゴジャパンのレゴドッツ4の商品概要を見たんですけど、全部でやっぱ16種類と書いてました。残りの10種類は、これ何なのかも僕も全くわかりません。全部で16種類と書いてあるんですけど、これ24種類も入ってるので、これどっちが正しいのか僕も全くわかりません。はい、ということで、レゴドッツアニマルチャームと、ドッツタイル4を開けてみました。今回のレゴドッツは動物がモチーフということで、これはなかなか面白かったです。で、あと一番気になるのは、レゴドッツのタイル4が、本当に全部で16種類なのか、ですよね。16種類って書いてあったんですけど、24種類も出たので、これ、どうだろう。もし知ってる人がいれば、教えてください。で、あとさらに言うと、ドッツタイル4に入ってくるタイルパーツも相当カラフルなので、これはすごいおすすめできます。で、ただ今後出てくるレゴドッツで出してほしいのはやっぱアルファベットのパーツですね。A とか B とか入ってるあれが欲しい。であとはドッグタグのようなストラップ型のレゴドッツが出たらもうこれ買っちゃいますね。いやアルファベットはもうぜひ出してほしいです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。